はいどうもこんにちは、ゴッドマンです。まあ今回はですね、裏人格診断アプリをやっていこうと思います。診断スタート。質問に直感で答えてください。 ABCD の回答のうち一つを選んだら下のボタンを押してください。あなたは魔法のせいです。一人が女性が世界で一番美しいと尋ねてきました。あなた、何と答えますか？それはあなたです。あ、違う、これか。目の前にカラフルな道が数本あります。あなたの行く道は？赤でしょう。自分はまだ本気を出していない。ふん。まだ余裕持っとる。お気に入り、映画のシーン。映画のキスシーン。でも何がおかしい？さて何がおかしい？ゴミ処理の。あなたは偶然にも苦手な人とお揃い。のものを買ってしまいました。それは何でしょう？文房具。買い物をして最後にレシートを渡されました。あなたはそのレシートをどうしましたか？基本的に受け取らへん。雨の日に道端で段ボール箱に入れられた子猫と遭遇しました。とても寒そうに震えている子猫を見た。あなたは？とまず家に連れて帰るかな。今日は楽しいでと。でもとあるところで恋人を怒らせてしまった。その原因は？理想の交友関係は？深く広い付き合い。あ、違う。親友が性的していきなりかっこよくなってきました。さて手術した箇所は？もちろん顎。恋人からプレゼントされたバラの花を受け取るときにトゲが刺さってしまいました。刺さったのは？薬指。お母さんが作ったオリジナルの味の素。一振りで絶品料理に変化するということですが、どのタイミングで使う？最後の一口。一人になるとホッとする。一人は寂しいよな。他人のために行動するときに必要な原動力は何だと思いますか？愛と勇気や。初対面の人に対しては大抵人見知りをしてしまう。ズバリ、あなたが恋人にしたいと思う人は？見た目がいい。この中で一番楽しいことといえば他人を陥れる。これ最低やな。この中に楽しいことなんてない。友達に恋人を紹介されたが、その恋人が全然いけてない。友達の恋人を見たあなたの第一声、はじめまして文化祭で大きな家を作ることになりました。あなたはどの担当になったでしょう？ドア。美容院に行く頻度はどれくらい？まあいいかな。一日のうち服を何度着替えたりしますか？ええやな。宇宙のとある惑星、あなたはそこの宇宙人に捕まってしまいました。どんな刑が待っている？いやもう A がいい。バーで一人で飲んでいると見知らぬ人が話しかけてきました。どんな人？あ、もうこれはもうちょっと D やな。棚の奥から昔の恋人のラブレターが出てきました。その内容は？許してほしい。嫌なことがあっても心のスイッチ一つで感情を切り替えられますか？
昔の知り合いに街で偶然再会しました。どちらが先に気づきましたか？そうやな。まあ大体 D かな。嘘とは？時と場合によっては必要なもの。時と場合によっては必要やな。周りの目が何よりも気になる。すごく気になる。道端で1万円を拾いました。あなたはその拾った1万円を交番へ届ける。携帯を机に置いて席を立っていました。帰ってくると友人が勝手に触っていました。どうしますか？まあ、別に構わへん。さてと、結果を分析中。さあどうなるかな？猫かぶりっこ。裏人格を俺 50% もあんのか。えぐいな。あなたは猫かぶりっこです。詳細は次のページ。不特定数だけではなく、特定の人の前だけで自分をよく見せる猫かぶりの人が多いタイプです。友達の前や家族の前ではいつも通りの自分ですが、気になる人や異性の前だと自分が綺麗に見える仕草や言葉遣いになったりと、いつもとは違う自分を演じる癖があるようです。好きな人の前では緊張などで多少いつもと変わってしまいますが、あなたはその変化が激しいので、猫かぶりをしているかのように見られてしまうようです。ですが、あなたは人一倍自分の魅力を相手に見せることができますので、声をかけた異性が高確率で声を寄せてしまうのも不思議ではありません。はい。じゃあ、この辺で終わりにしましょうか。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあ、さようなら。See you!